ハモは、ウナギメ、ハモカに分類される魚の一種。沿岸部に生息する大型肉食魚で、軽料理に欠かせない食材として扱われる。生鮮魚介類として流通する際には近年種の、スズハモエバギオも一般に、ハモと称されており区別されていない。名前の由来には、ハムに由来すると見る説、ハモチに由来すると見る説、中国語のアナゴに由来すると見る説、マムシに、 姿が似ていたことからマムシに由来すると見る説、食感がハモワモしているからという説、口を張ってもがくことに由来すると見る説など諸説ある。中国語由来説については、中国ではアナゴと称して食されているものの可能性が低いとする説もある。地方名にハム、鈴、バッタモ、ウニハモ、カマスアナゴなど、北海道、東北地域ではアナゴ類もしくは、 マアナゴのことをハモあるいはハモの古語であるハムと呼ぶ。地域が広域に存在する。現代中国語でハモはアナゴといい、ハモという漢字は雷魚類を表す。ハモの指引きうなき目の他の魚同様、血液に有毒なイクシオとき心を含むが、加熱によりそれを失活させて食べることができる。消費地域には偏りがある。日本列島ではハモは縄文時代から利用されている。 京都市中京区の本高井守る警邸からは、多数の動物遺体が出土し、刃物前頭骨が出土している。この前頭骨は、小中方向に切断されており、ワンモノに用いる出汁を引くために切断されたものと考えられている。また、別の前頭骨には刃物による横方向の切根がの、折、目打ちで頭部を固定した際に暴れ回る。 顎の頭部を包丁で叩いた傷と考えられている。また、現在の顎調理では行われないが、刃骨からは、包丁で危険な歯を取り除いた傷も見られる。うなぎ目や二ン目は骨格が複雑な魚が多く、脊椎骨から肋骨以外に、上椎体骨、上芯頸骨、上肋骨などと呼ばれる、肉管骨がいくつも体側筋の内部へ放射状に伸びている。 これらがいわゆる魚の小骨と呼ばれるもので、ハモはこの小骨が多い上に固く、調理の際には骨切りという特殊処理が必要である。これは、腹側から開いたハモの身に皮を切らないように細かい切り込みを入れて、小骨を切断する技法で、下手にこれをやると身が細かく潰れて、ミンチ状になってしまい、味、食感ともに落ちてしまうため熟練が必要で、ハモ切り包丁と呼ばれる。 専用の包丁がある。系料理の板前の腕の見せどころであり、刃物の骨切り手並みのほどを見届けんの句がある。一寸につき26筋包丁の葉を入れられるようになれば一人前と言われる。骨切りの技術により、京都では刃物の消費が飛躍的に増えたが、関西圏以外では骨切りができる調理師も少なく、うなぎやアナゴに比べ需要及び知名度が低い。 比較的臭みが強い上、うなぎ同様に加熱しない状態では血液に毒性があるため、刺身など生では食べられず、必ず加熱処理する。骨切りを施したハモを熱湯に通すと反り返って、白い花のように開く。これを指木きハモ、またはボタンハモといい、そのまま梅肉や辛し酢味噌を添えて食べるほか、吸い物、ドビン蒸し、ハモ寿司、天ぷら、 ハモの蒲焼きや唐揚げなど様々な料理に用いられる。また、骨切りしたハモと玉ねぎを醤油ベースの割り下で煮た、ハモスキという鍋料理もある。またハモの実は上質なかまぼこの原料に使われる。その際残った皮を指引きして、細かく切ったものは、キュウリとあえて、ハモキューという酢の物にも利用される。漁船の一茅巣に入れると互いに噛み合って殺し合うため、 市場に生きたまま運ぶのが難しい魚であるが、生きたハモを捌かないと湯引きがきれいに開かないといい、生きたハモは珍重され、高値で取引される。中国では干したハモに、生姜焼きを添えて蒸した、清蒸しアナゴという料理がある。また香辛料と共に茹でたハモを日陰干ししてから、低温の油でじっくり揚げた風アナゴという料理やれアナゴというハモの冷しゃぶ料理がある。 主に底引き毛と生え縄で漁獲される。釣りで上がることもあるが、噛みつかれる危険がある上に調理に技能が必要なため、ハモを狙って釣る人は少ない。2014年の上場水揚げ量ハモ科の魚は、全世界の熱帯、温帯から五族、8種ほどが知られる。うなぎ目魚類の中では、比較的糞が長いことやヒレが発達することなどが特徴である。 鈴葉もマリーニーザックスバギオハモ属マリーニーザックスの一種。全長は最大2メートルほど。肛門より前の側線交数、歯並びなどで区別するが、外見、分布、生態などはハモとほとんど同じで、市場でもハモとは区別せずに扱う。ハシナガハモオクシカンジャーレプターグナサズハシナガアナゴ属、オクシカンジャーの一種、ハシナガアナゴという別名もある。 全長60センチメートルほど、ハモよりも細身で、ワミオドーリフンが前方に尖る。紀伊半島以南からオーストラリア西部までの西太平洋に分布し、水深100メートルまでの海底に生息するが、生態の研究は進んでいない。ワタクズハモギャビアリセプスタイワネンシスワタクズハモ属、ギャビアリセプスの一種、全長75センチメートルほどで、ハモよりも細身。 沖縄諸島から台湾までの海域に分布し、水深600メートル750メートルほどの深海に生息する。ありがとうございます。